とそろそろか。で、これ左手に道がある。進める場所が。これか。そう、この辺。これだな。あ、これねえし。What? これか。行けんぞ。そんなバナナ。もうちょっと前だな。あ、これだな。この辺にあるはず。これか。そう、これ。木倒れとるぞ。さすが台風。もっと歩くしかなさそうだ。聞いてないよ。 Uターンです。 Uターンですか。左方向です。喜ぶな。要は今俺ら違うところにおるね。こっちが新トンネル、こっちが旧トンネル、うん、でこっちに用がある。さあ、まっすぐこれを歩いていくぞ。ここでいいのかな、車。いいんじゃない、誰も来ないよ。向こう側じゃないの、向こう抜けて。抜けない、抜けない。ああ、半分正解。要はこれトンネル向こう側にも開通してて、うん、両サイドからなんていうの、両サイドその入り口には行けるんですよ。で、片方が閉まってて片方が開いてて地面に入れるかなっていう感じの場所なんで、どっちが開いてるかわかんねえ。本人が言ったんだもん、そこを使いづらい。どんな感じですの？は？いや、一つ言えるのは、はい、難儀だぞ。うん、もういっぱい木が倒れとった。さあ、行ってみようかな。傘差して行った方がいいかな。まあ、でしょうな。よいしょ。大丈夫？想像の何倍もすごいところやな。でも人は来とるで、足跡がすごいある。へえ。はい、では、ここ、何やったっけ？メキトンネルやね。何県だった？あ、三重県。嘘だろって思った今。三重県のメキトンネルです。はい、ね、ちょっとね、今日、あいにく台風が来てます。で、ちょっとね、下見てかてら、今からちょっとメキトンネルを歩いてみます。台風10号が接近しつつあります。明日ぐらい、明日っていうか今到着してる最中かな。今到着最中で、もうバカな撮影だ。今日しかなかったんや。これ相当水が上から流れとるって感じじゃない、これ。確かになんか、歩くたびにピッチャピッチャを言うんだよな。気がすげえんだ。すごい湿気だな。でも言うほど暑くないね。なんかこの道の感覚をあれやね、13号トンネルのような道やね。むしろ車で走れても朝鮮トンネル並みの距離、あれだわ、幅が。あ、はあ、軽い気が出ますね。これは無理じゃねえってやつやね。反対顔だな。このメキトンネルは片方なんていうの、塞がってて、もう片方が入り口が半分開いてる的な、なんかっていうか入り込めそうみたいなトンネルらしいので。おう、めっちゃぬめる。シャッターが綺麗いの。は？すげえシャッターいいから。ほら、明るいからじゃない？あ、雨が強くなってきた。逃げろ。反対側行きますか。皆さん、ね、この柄がある方。履いてない？どっちかからは入れるはずだぞ。はい、ではメキトンネルか。メキトンネル。反対側で塞ぎだったね。もう一回来ました。こっち近いね。あ？こっち近いね。さっきと違って。ライトねえし。そう。はい、ここがメキトンネルというとこです。本当だ。ほんのちょこっと開いてんね、本当に。
誰か閉めて帰らんのかなこれ。クーラーかかっとる。この後ろがびっくりした。おい、絶対ライト持ってこい。誰かはいない。あ、超。誰か。全員戻ってライト持ってくるんだよ。なんで一人だけなんだ。ライト持ってくるんだ。無理無理。見てきてみ。いやもうここから見て真っ暗ってわかるもん。もう。もう。はい、ではね、はい、今からねちょっと舐めてあのライトを忘れたでもう一回チャレンジしていきまーす。あ、もう無理だ。涼しい。でも寒いだろう。俺今心折られたかもしれない。なんで？虫がめっちゃおる、このトンネル。残酷なこと言うようだけど、左側を見て。左？横？上、上、上。怖すげえ。心へし折られた今。なんかゲームに出てくるあのピストルの。あ、ダメだわ。さあ、もうとにかく栄光に向かえる話。もう絶対見えねえ。うん、これはもう写真無理って分かってるな。こんな感じ。さあ、ちょっと歩いてみましょう。ライト、ライト。鬼か。霧が多すぎて写真が撮れない。てかもう動画でわかるもん、この霧の多さ。ダメだ。夜来てみるか。天気のいい日に来ようか。そう、トンネルもう片方あれ塞いであるから、あの U ターンするしかない。絶対無理だ。はい、そうですね、撮ってるね。雰囲気的にはあのチャンスになってるよね。上とか作り作り的に。でもさ、ね。さあ、ここが終点です。着いた。着いた。まあこっちからは出られないので。すごいな。すげえぞ。まぶしい。すげえな、音の反響が。こんだけ目にも見えるくらい湿気だもんな、これ。ねえ。でも、ただならぬな。やっぱすげえな、ここ。何が？すげえ、すげえ。さらさらなの？どう？うん、ん？君たちは気づかないだろうが、あの入り口俺ら入ってないから、うん、あの隙間からおるんだって、人が女性が。あの
この隙間？これが隙間だから。うん。こっちの様子を見てる。何見てんだ。これ夜になると面白いかもしれない。難易度的にはどう？え？難易度的には普通のトンネル。1から5のレベルだったらいいじゃない。うん、まあ昼の下見でいきなりレベル5出てこられても困るけど。いや、ここでもずっと俺らが入ってからずっと慣れてるから。こんな話だ。鍵がちょっとボタボタ。ジーンズの入った写真。ほう。コウモリまでいいのか。コウモリ飛んでた。メガネ曇らん。あのさ、正直入り口のあの虫が一番心折れた。折れるなんなんだよ。ただのバッタじゃん。気持ち悪いって。カマドウマじゃないのあれ。あ？カマドウマじゃないの。何カマドウマって。ああ。そうだよ。いや、特にあのトンネルに対しての感想ないよ。なんで涼しいって言ってるよ。クーラーかかってるみたいな、ガンガンに。あれ絶対10、20度ぐらいは、あれね、19度はいかんけど。トンネルの温度は引いてないよ。あそこなの。でもあれだね、あなたが言ってること間違ってないね。俺間違っとることばっかり言ってねえし。違う、あれ調べてみたらさ、幽霊の噂としては、女性の幽霊が多く目撃されています、昔トンネルの上に処刑場があったのも原因の一つかもしれません。でもジーンズ入っとるぞ。でトンネルの入り口には固く鉄の扉が設けられていて、中に車で入ることは不可能になっています。もう片方は半開きになっていて、この扉が半開きになっている日は出ると言われています。キョーしっかり見たね。見ちゃったな、やっべえな俺。でもあの女性はちょっと気になるな。夜はどうなるやろ。あの霧さえなければよ、